はい、ということで、はい、オフチャルス選手のトリックショット今2球連続失敗してます、はい、できるんですか本当に。もちろんですよ。あれって過去一簡単な挑戦でしたから、うん、いやいや、しっかりネットで2回失敗ですよきっちり失敗です。いや、2球はね、ちょっとオフチャルス多分あれ練習してますから、まあ、オフチャルスさんは5球はかかるんじゃないっていう、5球まではいいよって言ってくれてたんで、あと3球チャンスあげますよ。確かにね、5球以内に成功すればまあ成功ということでいいんですよね。何だったんだあの1球でやるっていう強気な、何だったの。ちょっとね、あれは過信してましたね。この1年半のブランク分かってる自身で、はい、じゃああと3球で決められるということですね。リアちゃんお願いします。3球目のチャレンジです。お願いします。だいぶゆっくりでしたもんね、サーブが、うん、でしたよね。今さら確認、はい、だいぶゆっくり、だいぶゆっくりでしたよね。ポーン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 でいいんですよね。だからサーブっていうのはもうこの トリックショット用のサーブでいいんですもんね。はい、優しく。よくしゃべんな。OK、 優しいサーブね。優しく。 OK、 いくよ、見とけ。最低だよ。これサーブが一番難しいの、これ。帰ろう帰ろう。じゃあサーブが難しいの。サーブさえ入ればできるんで、これ。サーブミスはしょうがないです。だって入ればできるんで、これ、はい、あんな大人になっちゃダメだよ。はい、気をつけます。まだでも5球あるんだよ。残り2球でございます。サーブが一番難しいんだよ、このチャレンジ。サーブ入れば絶対いけんだよ。 OKOK、 ゆっくりいこう。サーブ4球目のチャレンジです。全然間に合わないじゃん。全然間に合わないじゃん。全然間に合わなかったです。全然間に合わなかった。知らないですよ。あなたができるって言ったんですから、我々は難しいんじゃないかなと思って、ね、5球って言ってたのを勝手に1球にした上に失敗して、2球目も失敗して、さらにこの配信でもやり始めてるんですから、あと1球ですよ。あとでもあるんですよね、まだラストチャンスが。ラストチャンス、え、むずいのこれ本当に。え、ちょっと待って、過去一簡単とか言ってました。過去一簡単って言ってましたね。やばいやばいやばい。え、難しいです。ちょっと待って。オッケー、準備ができたら行っちゃってください。はい、なんだこいつ。むずいなこれ。はい、三谷さん置いて帰りましょう。むずすぎる。めちゃくちゃむずいこれ。練習しといて。全然できないです。なんで？練習しといて。なんで？ちょっと待って、なんで？なんでできないのこれ。おかしいおかしい。あいつ本当に金メダル取ったんかな。